JR 高山線で列車と倒木が接触、一時運転を見合わせました。 JR 東海によりますと、午後3時過ぎ、岐阜県各務原市の JR 高山線で中駅から蘇原駅に走る下りの普通列車が線路に倒れかかった木の枝葉に接触しました。乗客乗員およそ70人に怪我はありませんでした。風も強くて、外に立ててた、園庭のテント壊れちゃったんで、1回だけすごい大きい雷の音が鳴って、バーンというかドーンというか、そんなような本当に大きい音でしたね。倒れかかった木は長さおよそ 7.5 メートルで、原因は分かっていませんが、岐阜県内では午後3時ごろ、局地的に激しい雨が降っていたということです。この影響などで JR 高山線は一部の区間でおよそ2時間半にわたり運転を見合わせましたが、現在は再開しています。